ディープか本命か分かってないんでしょ。言いなよ。信じてんだ。絶対キープですからね、レップさんなんか。本命だ。議論、うん、早く終わったい。シュネさん、シュネさん、夏目先生。いやー、悪女を懲らしめる悪意がありますね。スキップ、スキップ。スキップした方がいいですか？まあ、そうか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 、時間が経つ。時間が経てば経つほど、悪女はね、不利になるんで。そうそうそう。まだまだもう一人壁がいるな。そうなんですね。幼い人は幼い人がこの時間を喋らないと罪になるからね。そうだよ。夏目。じゃあ VCT の話をしますか。じゃあ。世界一位になりかけてるんですよね。夏目なんかわかりやすくなんか他で例えてよ。知らない人でもわかりやすく。のび太があのドラえもんに勝ちそうっていう話です。敵対してへんやん。おいおい、ダメダメ。ジャイアンとか何を想像してんねん。ジャイアンとか。え？はっちゃん、はっちゃん夏目がちょっとね、悪女っぽい。なんだお前！なんじゃー！見られちゃった。見られちゃった。は？本当ですか？はい。形のないアイラってあると思うんです、僕は。見てん。たとえ、パチンコ。たとえ、だから。キュネさん、セキュリティの下のアップロードタスクのところで待ってます。やかましいわ。まだじゃあ。お前何 GA なんだ、一体。天井なんで一人になったの？は？おい、時効になっちまったじゃねえか、おい、夏目のせいで、おい。なあ、たとえ、なあ、このおい、死ぬね。財産持って、財産持って、使用しろ、もう自ら。愛することができると思うんです。なあ、僕は絶対言わないので、僕のことを受け入れてくれませんか。どうでしょうか。何言ってんの。どういうことですか、ピョン。あなたの望みは何ですか。それはそう。あなたの、それはそうよ。形のない愛を認めてくれますか。何を言ってんの。もちろん。あと。見切るぐらい見逃してもらえると。なんか今回橋圭さんが子持ち使用してたんで本命以外は子持ちなので本命でお願いします。子持ちなので本命、貯金のある本命の方お願いします。遊ばないでください、子持ちの子。養育費を払ってくれる本命求めてます。よろしくお願いします。リスク高い、リスク高い、リスク高い。シングルファーザーです、子持ちなのでお願いします。おい、リスク高い、もう荒れるぞ。ねえ、キッチン向かいますね。はい。上手に話してほしいんですけど、うんうんうん、コミサボかーいっつってね。コミサボか、誰もいかんのかーいっつってね。うん。あ、いいですね。おい、やったな。あ、シェリフで切りました。はい、シェリフで切りました。あ、先生が、あ、じゃあちょっといいですか。じゃあちょっといいですか。はいはい。上手に切れました。はぁ、もうこいつ論ぜ。いやマジで俺何やってんだろ、ほんとに。あ、生き地獄の人だ。いや、かましいわ。番長じゃない。あー、はいよ。番長早。番長だ、番長だ、さすが。ゲッゲッ、あれ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 、ゲッ、俺なんかいっぱいいるの。あれゲッゲッ、違うタイプのエグマ。これなんの？奥行きあるやつよるな。パン。よし。ご危険だな。誰だ？あれ、いなくなった。すごっ。
え、なになになに、似てる似てる、あら、はっちゃんか、おー、すごえ、似てる、似てない、頼むで、番長頼むで、番長番長番長、こ、番長怖いの、番長番長番長、あれ番長が泣いて逃げてた、番長泣いてるよ、ういお前、ちょ、落ち着いて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 、ねえねえねえ、落ち着いてほしい、落ち着いてほしい、ねえ落ち着いて、ねえ落ち着いて、もう来た、ああ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 あ、何やったの、あの野郎、何やったの、しゆねさん切ってれば勝ってたんだ、いや勝ってた、俺切ろうとしたの、しゆねさん切ろうとしたの、番長が隣にいたから切れないなと思ったから上上がったのよ、最悪や、番長を止めて、番長一緒になれたね、かましいわ行くんだ、楽しい人たちが集まってきたな、ちょうだいちょうだいちょうだい、すみません、みんなのあの自己アピールしてこう、あなたのことを守ることができます、守るってどういうこと、多分呪われたな、お母さんが PTA の会長やってます、お母さんが PTA の会長はい、何のアピール、強いなそれ、魔女狩りじゃー、あーえぇー、二発あるんだったら、バンバンって、まあ確かに二発あるんだったらね、ああそっか、二発あるんだったら別にあれはシェリフでもいいよ、お前ら真面目に議論してるけど、お前バンジョーレプチンコックピットで何話してたんや、聞いてんね、いいじゃねえか別に、まだ付き合ってたろ、サーモンやからしゃーないやろうかお前、付き合ったらダメ、喋っちゃダメなんか、いつもやっとるやろお前やって、いやでもなんでこれ、なんでこれ、なんで言ってたからさ、悪魔言ったのか、言ってみろこの野郎っていうかさ、キープか本命か分かってないんでしょ、言いなよ、キープの自信あるやつ俺に言いなよ、打ってやるから、俺がキープだと思うやついないの、え打ってやる、あーそっか、信じてんだ本命だって、自分が自分が本命だって信じてんだ、ケナビでいいじゃん本当にいいじゃん、純愛だよ絶対キープですからね、レプさんなんか本命だわ、騙してマジで本命だわ、かやろう、本命だわ、本命だわ、あの夜俺に囁いた言葉は本物だよ本命だわ、間違いないあ、停電はチュワンちゃん、コミサボはシュネです。なんかボタンを押そうとしたらコミサボだったから、あん中にインポスターいそうだなと思いました。わかるー。なるほど。俺は逆に近づいてきた。ハスケさんなんか。おお。白子。いや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 。なんだよこの野郎。早く打てよ、玉出し野郎これ。急に人来た。あ、シュネさんが悪事になってる。マジ？マジ？大丈夫？出れる？私キープされてると思う。許せねえ！俺の執念を！出れます？すごい勇気ある告白だと思います。確かに。誰が本命？あ、じゃあ本命じゃない、悪女か。ある人にハートもらったんですけど、多分遊びで、その人の本命が瀬戸くんだと思う。すげえ。おいおいおい、だったら今までの議論でね、いますよね、なんか繋がってる人がね、そうか、確かに、そうか、信用します、僕もキープされてると思う、あら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 、だからはっちゃん、瀬戸くんをシェリフで打つか、ぴょんを悪女で打ってほしい、いけはっちゃん、シューネ番所、瀬戸朝日、ちょっと待って、結果発表して、本当にはっちゃん、シューネ番所、シューネ番所、いったー、すげー、すげー、危ねえ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 、よく告白してくれた。よく告白してくれた。